どうも、アキです。はい、というわけで皆さん、ついにミンゴロアプリ配信来ましたね。というわけで今回からこちらのミンゴロアプリの実況をスタートしていきたいなと思います。僕もリリースされてしばらく遊んでみたので、今回はこのアプリ気になっていたよという方向けに軽くゲーム内容等のご紹介をやっていきたいなと思います。では早速ゴルフをね、まずはやっていきましょう。はい、まあ、最近ね、ずっとこのミンゴロアプリに備えて、ミンゴロ4の実況もやっていたので、まあ、そちらを見てくださっている方は、まあ、なんとなくこんな感じかっていうのはわかると思うんですが、まあ、それがアプリの操作性になって登場しているという感じですね。はい。では、この辺やってみようかな。行きましょう。まずは簡単なところから。まあ、操作のご説明をね、まずはやっていきたいなと思います。非常に操作性は簡単ですね。はい。まず、この丸の部分を掴みますと。そして引っ張ってあげると強さを調整できます。まあ基本的には旗のところぐらいまで引っ張ればいいっていう感じですね。ただ、従来のミンゴロ同様、例えば10ヤード下がっているとか、まあ風が何メートルとか、あとはボールの角度がいくらぐらいっていうのがあるので、まあそういうのを読みながら大きさを決めていくと。で、ダブルタップしてあげると、こうやって、ボールの落下地点を見ることができますと。まあ、今回は風も吹いていないのでまっすぐでいいと思うんですが、例えば風が吹いていたりしたら、まあ、ちょっと右から打つかとか、まあ、そんな感じで決めていくっていうところですね。はい。で、ここは10ヤードも下っているということで、残りが125ヤード。まあ、115ヤードぐらいのところを打てばいいと、まあ、いうところですよね。まあ、なので、クラブをちょっと小さくしてもいいですよね。そうですね、6番アイアンにしましょう。で、これでマックスぐらい打てばいいんじゃないでしょうか。はい。では行きます。で、こうやって引っ張ってあげて、この円のできるだけ小さいところで止めれば、ブレのないショットが打てますと。これ結構ね、難しい。うん、まあまあなんですけど、もうちょっと小さく打てますね。本来であれば。おー、いいんじゃないですか。はい。残り 2.4 メートル。まあ、パターも同じ感じですね。ちょっとね、スーッと大きくしてあげれば、ラインもしっかり読むことができますと。まあ、もっとラインが早いときは、しっかり目でわかるんで、これくらいだったら、まあ、ほんのちょっと右狙おうかっていう感じですね。OK。で、こうやって引っ張って、大きさを決めて、円の真ん中で離す。OK！ 完璧！これは入ったでしょう。OK！ バーディー。まあ、基本的な操作はこんな感じですね。はい。いや、なかなか面白いですね。これはまだかなり簡単なコースなので、うん。まあ結構優しめでしたが、これがですね、ちょっと進んでいくと、かなり難しくなるんですよ。はい。で、こうやってゴルフをやっていくと、まあキャラクターのレベルが上がりますと。よいしょ。ちょっと今困ってるコース行ってみましょうか。はい。こんな感じで、まあクリア条件がまあパー以下でクリアになって次のホールが登場するんですが、他にも、なんかいろんなね、これクリアしたらね、いいのをあげるよみたいなのがあるんですよね。ラフなしでクリアするとか、ここだと、飛距離210ヤード以上を飛ばしてクリアするっていうのがあって、このホール6までは全部このね、星をクリアできているんですよ。ただこのホール7がですね、なかなか大変で、見ていただければわかるんですが、まず210ヤード出ないんですよ。いきますね。ミンゴル4とか同様、こうやってね、炎も使えるんですけど、炎を使っても、191ヤードしか飛ばない。しかも、ここラフ入ったらダメみたいなのもあるので、どうしてもラフにこの捕まっちゃうんですよ。もうちょっと距離が出れば、今度ね、このラフを越えられるのに、結構中途半端なんですよね、今。はい。というところで、こうやってですね、距離とか困ったら、キャラクターを育ててあげましょう、ということで、ちょっとキャラクター育成をやっていきましょう。先ほどちょうどレベル6になりまして、またね、育成することができるようになりましたので、そちらをね、ご紹介していきたいなと思います。はい。キャラクターの強化は、このイーストパークっていうところですね。これのトレーニングからやっていきます。はい。今回はこんな感じでボード式ですね。レベルが上がっていけば、どんどんこのボードが大きくなっていって、まあ、それぞれに、まあ、スロットというものをね、はい、セットすることができますと。こんな感じでいろんなスロットがありますね。コントロールが安定するものであったり、まあ、インパクト。丸の大きさが大きくなったり、まあ、スピン。右に曲げたり、左に曲げたり、あとはバックスピンかけたりとかね。そういう系の、
スロットもありますと。はい。なので何を選んでいくかっていうところなんですが、今はもう確実にパワーが足りていなかったので、ここにね、パワーボールをセットしてあげたいなと思います。OK。で、今セットしたボールは、パワーがね、まあ、1増加するっていうものなんですが、このボール自体を強化することもできまして、まあ、なのでパワーが1個上がるやつを5個使って、2個上がるようになるとか。で、次また2個上がるやつを5個使って3個みたいな感じで、まあ、こんな感じでどんどんね、キャラクターを育成していくっていう感じですね。普通にホールを回っていれば、このボールとかももらえるので、まあ、どんどんゴルフをやればやるほど、まあ、強いキャラクターになっていくというところだと思います。はい。まあ、そうですね。まず一つ、キャラクターの強化というところで言うと、まあ、こんな感じでやっていきますと。はい。で、もう一つ、ゴルフの上達に欠かせないものがあるんですが、それが道具ですね。はい、今回はそちらの道具をガチャで手に入れるという形にどうやらなってるみたいですね。そちらはこのノースエントランスのプライズセンターというところから行っていきますと。まだ僕もガチャ引いてなかったんで、今回が初ガチャになります。何引きましょうかね。じゃあこれにしようかな。で、まあその服装とかもいろいろあったりするんですが、今回はこちらですね。はい、ギアプライスゴルフということで、まあドライバーとかアイアンとかね、はい、そういうのを狙っていきたいなと思います。そうだな、まあ3回ぐらいやってもいいかな。あ、チケットもあるのか。じゃあチケットでやりましょう。 OK。 今とりわけ何も課金とかはしてないんですが、まあ普通にまずやっていればいろんなチャレンジとかでいっぱいねコインとかも貯まるので、まあかなりガチャは引けるかなという感じでございます。はい。ほう、これがレアリティが結構いろいろあるんですよね。資源割合、シルバーが一番下かで、ゴールド、プラチナというランクがあるみたいですね。なのでプラチナランクのクラブ欲しいですね。まあボールもこんな感じでいろいろなものがありますと。なんでガチャでいろんな、まあ、キャラクターの能力も上げつつも道具も強化していくと。まあそんな感じですね。で、その手に入れた道具をまたね、ランクマッチとかで強化することができるみたいなので、まあそんな感じで、まあどんどん、はい。もう一回行こう。キャラクターも育成して道具も強化していくと。そして、いいゴルフをやっていくっていう、どうやらゲームみたいですね。はい。まだまだ両方弱すぎるんで、どんどんちょっと強化していきたいなと思います。では早速先ほど手に入れた道具を装着していきましょう。このノースエントランスの今度はクローゼットというところですね。はい。で、こうしましてギア。はい。おー、さっき手に入れたやつの方がパワーは上がると。コントロールと、パッドコントロールがちょっと落ちちゃうというところですね。まあただこっちにしようかな。OK。確定。で、次ボールも変えましょう。はい。ボールはコントロールがかなり上がる。スピンが、落ちちゃうという感じですかね。まあこれにしようかな。OK。よーし。ではこれでもう一度さっきのコースをやってみましょう。行きましょう。さあどうだろう。どれくらい飛ぶようになってるだろう。さすがに10ヤードとかは一気に上がらないだろうな。まあ1ヤード。あ、でも、あ、全然飛ぶようになってますね。さっきと比べると。どうだ、これだとギリギリ超えないかな。OK。これでさっきこの、超えられなかったラフを超えていくことができるというお話ですね。で、次、この辺で大丈夫だな。オッケーオッケー。しっかりラフ超えよう。よしよしよし、楽しくなってきたよ。よし、オッケー。さあ、ラフ超えてくれ。超えるかな？大丈夫かな？あー、ちょっと足らなかった。まあ、というところでね、また、これ、クラブの強化とかを行えば今のも超えることができると思いますので、ちょっとクラブの強化とかもねこの後動画撮り終わったらやっていきたいなと、まあ、いうところでございます。はい。まあこんな感じで、どんどんゴルフを上手くなっていこうというゲームですね。はい。で、例えばあとどんな機能があるかとご説明いたしますと、このボールのところを持ってあげますと、まあボールのどこを打つかっていうのが選択できまして、まあこれミンゴル4とかでも僕よくやってるんですが、まあ例えばここだと右に曲がっていくとか、右に曲がるんで、まあ正面に木がある場合に、まあちょっと右に避けていこうとか、そういう感じですね。で、下だとバックスピンがかかると。上だと、まあ転がりやすくなるっていう感じですね、ボールが。はい。で、あと気にしないといけないのが、
このボールの角度ですね、今だといわゆるつま先下がりというやつで右に行きやすいので、まあちょっと左にこうやって打ってあげるとか、まあそういうのを考えながらやっていくゲームになります。はい、いやー面白いですね。はい、まあこんな感じでどんどん僕もね、キャラクターも道具も育成してね、ガチャもやって、このミンゴルプレイしていきたいなと思いますので、ぜひとも皆さん一緒にやりましょう。いやー最近本当にリアルのゴルフにめちゃめちゃハマっているので、まあこれからは、はい、アプリのゲームでもゴルフをね楽しんでいければいいなと思います。というわけで今回もご視聴いただきありがとうございました。この動画が良ければぜひともチャンネル登録と高評価をよろしくお願いいたします。そしてぜひ皆さん一緒にミンゴルやりましょう。はい、絶対面白いゲームになってくると思いますので、ぜひね皆さんと一緒にやっていければいいなと思います。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。明日も動画出します。アディオス。